一昨年は休館が入ったので、レイ先生は一晩中忙しくしていましたよ。去年もそうでした。記憶が正しければ手術を執刀していたはずです。副統括のスケジュールを確認してみましたが、今年も手術室で過ごす可能性が高そうです。遠いですから予定が詰まっているのは仕方ないです。やっぱり無理そうだったらメインイベントはまた別の日にして、当日はお二人でご馳走でも食べるのはどうです？何の話だ？仕事が終わったらご馳走を食べに行くのか？そういえば今夜は友達と食事に行く約束があったんでした。お先に失礼します。あ、私もさっき看護師長に呼ばれてたんです。ではまた今度。それでご馳走の話はどうなったんだ？ここに仕事が終わったばかりで腹を空かせた医者がいる。誰かと食事の約束もしていないし、同僚にも呼ばれていないが。オフィスで話そう。心配しなくていい。ただ腱鞘炎のような症状があるだけだ。そう焦るな。似た症状が出ているだけで腱鞘炎になったわけではない。しっかり休めばすぐ治る。これから数日は家で休養しなければならないな。少し待っていてくれ。家に持ち帰る資料をまとめる。いや、別に普通の資料だ。わかった。持って帰るのはやめよう。どうすればお前に信用してもらえるだろうな。身体検査でもするか？これがハンター流の身体検査か？後ろにポケットがある服とは斬新だな。意見などない。プロのやり方だから安心して任せられる。検査の必要があるのは私一人ではないだろう。誰かさんは私が数日休むと聞いた後、ずっと口元が緩んでいるようだが。毎日来るのか？大歓迎だ。
大丈夫だ。気持ちいい。私の手もそのふわふわ命名と同じ末路をたどるわけではないよな。レイさんのお宅でしょうか。国際郵便のお届けです。ありがとうございます。両親からだ。誕生日プレゼントだろう。以前は両親からのプレゼントで思い出していた。だが今年は両親よりもずっと早くから積極的に思い出させてくれる人がそばにいるから、忘れたくても忘れられない。そのインタビューの質問だが、まだ答えを知りたいか。新しい派遣先に行くたび、その土地ならではのものを買うのが習慣になっていてな。私の誕生日になるとまとめて送ってくれるんだ。送られてきたものを見て、初めて両親がどこに行ったのかが分かることもある。これは空想上の生き物で、現地の民芸品にもなっている。悪夢は何度追い払おうと消えることはないが、化け物はもう怖くない。父のメモによると、この木彫りの像はある一族の長老が自ら彫ったもので、子供が健やかに成長できるよう守ってくれるそうだ。こんなに大きくなったのにまだ成長しろということか。どのプレゼントにも思い出はあるが、一番思い出深いのは物理的なものではないな。幼い頃のある年の誕生日、両親から突然こう言われた。誕生日の日、一番最初に出会った知らない人がくれた祝福は丸一年効果が続くと。しかも両親は本当に私を町に連れ出して、知らない人と会話をしてな。あれはきっと私を他の人と触れ合わせるために両親が考え出した話だろう。小さい頃の私は一人でいるのが好きだったから。正直、祝福を受けたかどうかははっきり覚えていない。だが、この話だけはずっと覚えている。その後何年も、両親は仕事の都合で私の誕生日にそばにいられなかったからかもしれない。
誕生日パーティー？僕たちも参加してよろしいですか？ずっとレイ先生の誕生日をお祝いしたいと思っていたんです。この別荘なら行ったことがある。いいところだったよ。私も混ぜてもらえないかい？まだレイ先生の誕生日を祝ったことがなくってね。小児科のシェール先生です。レイ先生と仲がいいんですよ。あの山は空気がいいし、特に秋の景色がとても綺麗なんだ。別荘の設備も整っているからパーティーにも最適さ。もしここにするのであれば僕が車を出しますよ。じゃあパーティーに必要なグッズは私に任せてください。最初は自分で作るつもりだったが、監督役にちゃんと休んでいないと指摘されるのではないかと思ってな。分かっているだろう。今日の任務は大変だったか。夜に私と食事をして疲れるのではないか。医者の指示に従う。そんな静かにバースデーケーキを切る人がいるのか。このケーキは私にとって違う意味がある。それでケーキを食べる前に何か言いたいことはあるのか。お前一人で歌った方がずっといい。私の誕生日はお前にとって何者にも変えられない日だと言ったな。それなら毎年バースデーソングを歌ってくれるか。教えたら叶えてくれるのか。私の願いは今まさに叶っているかな。先生なのか？
約束してくれ。これからの誕生日は毎年私が触れられる場所にいると。このケーキはお前の手作りか。気に入った。とても。パーティーを準備してくれた上にケーキも作って疲れているのではないか。むしろ私の方が家で時間があったのに何の役にも立てなかった。今がまさにその時か。それなら食べさせてくれるか。おいしい。ただ甘さは少し足りていない。甘いか甘くないかは比較対象によっても変わるものだ。甘さが足りないと感じるのはこれよりずっと甘いものを味わった後だからかもしれない。何がだ？そうだな。これからは甘いものが欲しくなったらお前に頼むことにしよう。お前と一緒にいる時だけ私は心から満ち足りる甘さを感じられる。